サビハギョクチェン国際空港は、トルコ、イスタンブールにある空港、アジア側に位置する。空港名は、トルコ初の女性飛行士で、初代大統領、ケマルアタチュルクの幼女であった、サビハギョクチェンにちなんで名付けられている。同じイスタンブール市のヨーロッパ側にある、アタチュルク国際空港の方が規模が大きく、就航エアライン数も多い。ペガサス航空の本拠地である。 3500メートルの滑走路の増設工事が進められている。カイロ、ドバイ、フランクフルト、ドーハ、ミュンヘン、パリ、ウィーン、ブリュッセル、アムステルダム、ニュルンベルク、デュッセルドルフ、ベルリン、ハノーファー、ケルン、ドルトムーンと、シュトットガルトロンン、ロンドン、ロンドン、バーゼルミュールーズ、アイントホーフェン、テルアビブ、ティラナ、シャールジャ、ミラノ、アンタルヤ、ボドルム、 アンカラ、ディアルバクル、ダラマン、エルズルム、チューリヒ、テヘラン。ありがとうございます。